ここ東根市は山形県のほぼ中央に位置し、風光明媚で豊かな自然環境に恵まれた町です。高速道路インターチェンジ、新幹線、空港などがあり、県内外から多くの交流があります。また市内には多くの史跡や名所があります。東根市はさくらんぼの生産量が日本一。さくらんぼの王様、佐藤錦発祥の地であり、さくらんぼにこだわった町づくりを行っています。東根さくらんぼは平成26年に地理的表示 GI 保護制度にも登録され、高い品質を誇っています。駅の名前にもさくらんぼ、施設の名前にもさくらんぼ、マラソン大会の名前にもさくらんぼ。さくらんぼ以外にも通年季節の果物が楽しめ、桃やぶどう、りんご、ラ・フランス、いちごと、まさしく果樹王国東根。東根市の見どころスポット、大ケヤキ、国指定特別天然記念物、樹齢1500年以上、高さ28メートル、幹の太さは16メートル、日本一の大ケヤキです。県内有数のパワースポットとして有名な関山の大滝、高さ10メートル、幅15メートルを豪快に流れ落ちる滝は圧巻。四季折々の景観を楽しめます。東根市は奥羽山脈から広がる扇状地であり、古来より湧水地帯として知られています。その豊かな水を使った特産品もたくさんあります。澄んだ水と良質な米から生まれる地酒の数々、名水百選にも選ばれた尾身川の地下水で栽培した本わさび、尾身川の清らかな水で育てられたニジマス、奥羽山系から湧き出る良質な佐竹水を使って作る六田麩など、東根市の豊かな風土が育んだ特産品をぜひ一度ご堪能ください。そして旅の決め手はさくらんぼ東根温泉、琥珀色のあったまりの湯、情緒たっぷりの美しい自然、地元食材を使った懐石料理を堪能できます。東根市でゆっくりまったりぽっかぽか。